最近カエルの声を聞きましたか鳴いているのは日本アマガエルカエルといえば日本アマガエルを思い浮かべる方が多いかもしれません綺麗な緑色をした親指の先ほどの小さなカエルです こんなふうに周りの環境によって体の色を変えることができますほらここにおや葉っぱの上にたくさんのカエル何匹いるかな繁殖期は4月から8月と長くオスは喉を大きく膨らませ 大きな声で泣きます。そして、田んぼや湿地などに卵を産みます。雨が降った後の水たまりに産むこともあります。ホタマジャクシは最大で5センチほどと、親が小さい割には大きく成長します。成長が早く、変態までの期間が約1ヶ月半と短めなのも特徴です。 変態して上陸する時期、水辺近くの草地はチビガエルでいっぱいになります。指の吸盤が発達している日本アマガエルの活動場所は草地や木の上など様々です。家の中で出会うこともあります。自動販売機やコンビニの明かりに集まってくる虫を食べる姿もよく見かけます。 そんな身近な日本アマガエルですが、東京では数を減らしています。特にクブでは、絶滅の危険性が極めて高いとされ、その姿はほとんど見られなくなりました。カエルがいなくなっても問題ないと思う人もいるかもしれません。日本アマガエルは、ウンカやアブラムシなど、 稲の害虫を食べることが報告されていますまた、食物連鎖の中で他のさまざまな生き物の餌にもなっています特に田んぼに訪れるサギなどの鳥にとって重要な餌です何より、この愛らしい存在が身近なところからいなくなるのはとても悲しいことです 最近、カエルの声がうるさいという訴えがニュースになりましたが、私たち人間も地球に共に暮らす生き物の一員に過ぎないことを忘れてはいけません。生き物と共に暮らす未来のために、まずは身近に暮らす生き物を尊ぶ気持ちを大切にしたいですね。生き物と共に暮らす未来のためにできることから始めてみませんか